んこんにちは。この動画では米粉の麺の調理法の注意点を説明していきたいと思います。米粉の麺はグルテンフリーで消化にもいいんだけど、うどんとかねラーメンと違ってグルテンが含まれないのですごく詐欺になりやすいんですね。なんか詐欺っていうのはマッシュポテトみたいになんかこうマッシーなんかこうテクスチャーがなくなってしまうことを言うんですけど、そうなると全然美味しくないから、だから茹で時間ちょっと短めに茹でるのがコツです。どっちみちねスープの中で調理できるので、あったかいその出汁の中で多少麺ってすぐ柔らかくなるので、その米粉の麺を茹でるコツはスターチを落とすということを目的で、完全にね麺を調理してしまわないことがポイントです。簡単に柔らかくなりすぎちゃうのでちょっと短めに茹でます。今日は3分茹でました。で、他の方法もあります。あったかい水に60分つけておいて柔らかくして、その後その後こう炒めた麺にしてもいいし、うどんみたいにねスープに入れて食べてもどっちでもいいです。炒める麺にしてもスープにしても野菜、好きな野菜をたくさん取れるので、おすすめです。でね、旦那はベトナム式でビーフブロスベースで食べるのが好きなんだけど、あったかいスープで食べるのが好きなんだけど、私は結構うどんだしでわかめとかきつねうどん風にして食べるのが好きです。でね、ちょっとプロテイン取りたいって人はボーンブロスでもいいと思います。でね、これだけだと味が薄いと、ちょっとお塩とか醤油入れると入れて調節したらいいと思います。茅野屋さんのね野菜だしはこれカレー作るときに下味にしたらすごく美味しいです。どっちも久世福商店も茅野屋もアメリカでは人気だし、私も結構好きです。で、野菜はねいろいろ下茹で しといて、お肉もね入れたい人は炒めておいて調理 しておいて、全部冷蔵庫でねこうタッパに入れて保存しておくと好きな時に簡単に作れます。で、これ余ったら冷凍しちゃえばいいです。で、いちいちね一人分ずつ何回も茹でるのってめんどくさいと思うので、4人前とか入ってるパッケージを一気に茹でて、もう私はいつも冷蔵庫でタッパに入れておいて、何にでも放り込んでます。ぜひ試してみてください。